ンバーより全然みんな花あるから。はい。まあ、変えたいわ。ちょっと物申していいですか。おっ、ありがとうございます。ほんまや、また広島君。プロで5000ぐらい多分して、1回負けました。まあ、今までの相手とは全然違うところを見すんで、明日よろしくお願いします。こちらハッスル、信用が売りだ。純度 100% ヒップホップパック。こちらハッスル、信用が売りだ。純度 100% ヒップホップパック。メンバーより全然みんな花あるから。はい。まあ、変えたいわ。ちょっと物申していいですか。いいなのか。どうやった今日の試合に。今日の試合めちゃめちゃ良かったですね。ちょっと見たい。はい、ちょっと戦ってください。また、おちょっと見たい。ほんまや、また広島来るんで、ぜひ、はい、お願いします。頑張ります。お願いします。なんか変な勝手にストーリー作ってる。負けてられないです。はい。また練習頑張ります。でもやっぱプロのさ、でももしやるってやったら、はい。3分2で。そうですね。それをプロとやるんやったら、3分2でやろう。それでいきましょう。視聴者さん、見とってください。勝てる。勝てる。勝つしかないです。はい。勝ちに行きます。はい。もう頑張ろう。頑張ります。はい、ということで、広島 VS、はい、全国のメインイベント。はい。相手知ってる？知ってます。相手が、広島、喧嘩無敗の、喧嘩の天才。相手の財布の中の全額かけて喧嘩してたような、見えへんやろ、あんな子。ちょっとヤンキー。そう。の、喧嘩強い。まあ、ヤンキーかどうかは、まあ、さておいて。僕もヤンキーやってきたんで、でも。ああ、確かに。しっかりヤンキーやってきてるんで。そうやな。はい。ヤンキー対決だと負けられへん。そうですね。それは負けられない。もうあいつ絶対負けてもらう。負けてもらう。はい。そこまでなんかすごいことしとったんやから、俺が取ったらあいつの全部。そうや、ね、僕向こうちゃんとプロでもキャリア積んでて、ベルト持ってるんで。4メーターリングって多分0時の方が多分慣れてんねん。そうですね。4メーターの四方の中で0時のパンチもらったら多分、うん、耐えられへんと思うからさ。介護は強いけど、ね、暴力的な強さじゃなくて、うん、なんかキッカーなイメージ。そうそうそう、なんか結構技術系の強さやから、そこは多分4メーターありきで考えたら、俺はちょっとレジあるんちゃうかなと思うから、介護、ね、の印象とか試合とかトラとやってたり、はい、まあ格闘技をちゃんとできるんやろうなと思ったんですけど、負ける相手ではないかな。変なもんもらわへんかって絶対倒れることもないんで。この試合がなんで決まったかって、なんでこいつがメインイベントかって言ったら、広島 VS 福岡の時に、こいつがなんか怪我かなんか出れんかったんや。ああ、はいはい。その時に、カイに、俺とやりましょうよってこいつが、まあカメラが内で言ってるから、それで決まって、で、どこのタイミングでやるんやろうなと思って、だからこのブルドッグの会長さんが、じゃあここでやろう、メインイベントでやろうよって感じになって。カイ君がトラに勝ったって言っとって、やっぱトラは僕らのチャンネルで同じチームなんで、僕がそれを、なんていうんですか、リベンジじゃないけど、敵討ち倒しに行くみたいなイメージで僕は言ったの。ああ、はいはいはい。そうですね。はい。まあ、向こうキャリアもあって、まあ、喧嘩強いって正直めちゃくちゃ書くときプラスない。やっぱ人を殴り慣れてるって。そこは、俺は会にも期待してるし、レジにも期待してるし、すごい多分俺は結構面白い試合なんで、これは。ガチガチの、ほんまアウトロー同士のさ、喧嘩入れるから。その方が気持ち強いかっすね。そうやな。それこそ、まあ、少年の時にさ、あの、6年間ぐらい空白の時間があって、うん、今こう格闘技で、まあ、ベルトも取ってさ、あの、取り戻しよう最中やから、まあ、ここに勝つと負けるやっぱ大きく違うやんか。うん、まあ、この前のそのゼロのベルト取れんかったけど、まあ、ベルトとかではないけど、ここ取って、まあ、来年、そうですね。プロデビューに近づいてほしいなと思います。うん、今回でも試合の感はもう絶対確かに月1でも試合させてるから、はい、試合感俺がそうやったら20日おきぐらいに試合しとったからさ、うん、僕じゃ あの1週間おきに団体がねまあそんな感じでちょっとこの試合はまあメインイベントらしい、はい、まあ、ひろきチャンネル VS 広島のメインにふさわしい試合になると思うんで皆さんちょっと楽しみにしてください。楽しみに見とってください。楽しみにしてます。おっす。明日試合あるけど、バチバチ殴り合ってどっちが強いか、ほんまに決めましょう。僕、ボコボコしに行くんで、ボコボコしに来てください。じゃあ、カイ君。
どうですか、メインイベンターとして。そうですね、結構周りも来てくれるんで負けられないですね、絶対に。キャリアは多分回の方が上やけど、はい、その 4m リングやんか。そうですね。は経験はあるんですか。一度人間リングみたいなのもあったんで、今まで地下出てるとか。ほんまの地下出てるやん。そうっすね。結構録音室とかでグローブ薄いとかでもやってるんで。ただその狭いリングで3ラウンドっていうのがちょっとないんで。ああなるほどなるほど。レイジは俺もヤンキーしてきたと、喧嘩で負けへんみたいな感じなんですけど、はい、どうですか。そうですね、喧嘩自慢の時はちょっと喧嘩っぽくなったんですけど、はい、ちょっとちゃんと格闘技をしようかなと思ってます。技術で圧倒すると。はい。今回練習はしましたか。なんか結構練習してなかった的な話聞いてたんですけど。まあいつも通り、じゃいつも通りですけど。週1。週1、まあ近くなってくればちょっとしたんですけど。はいはいはい。そうですね。なるほど。今のプロの戦績は。プロで5戦ぐらい多分して1回負けました。それ以外は全部。俺が1回あれやんね、応援行った時も。あん時だけですね。あプロで負けたの。あれか。あれが初めての負け。そうですね。カイは何歳ですか。20、もうちょっとで5になります。お、ヤンキーしてきたやんか。まあ、はい。なんか財布かけて、タイマー測る。そうですね、ちょっと恥ずかしいですけど。逮捕歴とかってあるんですか。逮捕歴もあります。ああ、なるほど。明日、まあ、逮捕歴ある同士で。すごいよな、でも。少年院入ってるもん同士だね。少年院入ってきた人間同士がメインイベントで。いや、面白い。そうですね、はい、はい、まあちょっと、明日、楽しみにしてます。はい、頑張ります。お願いします。まあ、今までの相手とは全然違うところを見せるんで、明日、よろしくお願いします。そうなんです。いやいや、カメラ、うん、そう、肘上げんじゃない。そう、その距離入る意味がない。おぉ、それで、ドン、ボディストレート軽く入れる、ドン、フッ、そう、パッ、そう、ナイス。それでいいよ。ミドルとか、まあ、その、蹴られた警戒する。蹴られた、インロ、インロ、パッ、あ、そう、それでいいか。すんばりて、あなたの贈呈でございます。さあ、なんと本日はスペシャルゲストといたしまして、ごぼうの党、奥野様、今日選手へ。さあ、なんと奥野さん、今回は普通に花束を渡していただきました。さあ、両チームのエース同士の対決でございます。それでは行きます。ありがとうございます。